母美智榮はジャーナリストを目指したこともある自立心の強い女性、父元雄は東京の実業家の息子だった。だがその父が肺を病み、療養のため両親は伊東に移り住んだのである。一郎3歳の時、父元雄が32歳の若さでこの世を去る。そして母美智榮は一郎を引き取りたいという夫の実家の申し出を断り、一郎は一人で立派に育ててみせると女手一つで文具店を始めるのである。自分のために一人働く母の背中、それが一郎の心に残る最初の光景だった。彼が小学校に上がり、親子二人で東京武蔵野に移り住んで間もなく太平洋戦争が勃発する。戦争は激しくなり、頼るものはおらず、生活はだんだんと苦しくなっていく。幼い一郎も雑貨の行商を始めた母を助けた。行商の道すがら、母は自らに言い聞かせるように一郎をこう諭したという。父親がいないからといって甘えてはいけない。そんな母の言葉に一郎は次第に芯の強い少年に育っていった。勉強はいつもトップ、野球をすればエースで4番、いつしかクラスのリーダー格になっていた。一郎13歳の時、日本は敗戦を迎える。少年航空隊に入り、国のために役立ちたいと考えていた一郎は足元が崩れ去ったように感じていた。戸惑う彼に母は意外なことを告げる。これからは平和の時代、国と国とが協力し合い交流していかなければ。一郎、お前は外交官におなりなさい。実は母美智榮の父富太郎は外国船の船長だった。彼が楽しげに話す世界の国々のさまざまな様子を母は夢見心地に聞いて育ったという。その中で母は一郎に世界の人々と交流できる外交官になってほしいと思うようになっていた。そんな母の願いを聞き、一郎もまたこう思うようになる。外交官になって広い世界を見てみたい。母が少年に託した夢はこんな形で実現する。1987年、荻村は国際卓球連盟会長に選ばれ、世界を駆け巡ることになったのである。その時、母の墓前に向かい新たなピンポン外交を決意する荻村の姿があった。要するにただのこう世界の卓球チャンピオンじゃなくて、世界にこう目が向いてるこの荻村さんのね、その元はお母さんのなんか意志ですね。そう、お母さんはまたその自分のお父さんですね、荻村さんにとっておじいちゃんの影響があったと。この辺は藤井さんどうもよくなって、少年時代からですね、英会話をよく勉強されたんですね。ですからやはり外交官になろうという考えがあったんだとは思います。さあ、そのピンポン外交、いよいよ正念場を迎えます。荻村が国際卓球連盟会長に選ばれた1987年、日本を巻き込んだ大事件が発生する。大韓航空機爆破事件。この事件で北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国と韓国両国の緊張はにわかに高まった。1950年の朝鮮戦争以来、38度線を境に分断されている韓国と北朝鮮。国家を背負い、北朝鮮と韓国が同じ民族同士いがみ合うようにして試合をする光景を見て、荻村は常々思っていた。卓球でこの両国をつなぐことはできないだろうか。事件からわずか半年後、新潟で行われたアジア卓球選手権に韓国、北朝鮮双方が参加する。しかし大会6日目、前日韓国戦に敗れた北朝鮮の選手団は試合をボイコット、帰国する。一説には日本政府の態度が原因で帰国命令が出たと言われている。
最後の最後まで説得を続け、北朝鮮選手団を引き止めようとする荻村。だがその努力も結局は実らなかった。泣きながら帰国する北朝鮮の選手たちを見て、荻村は悔しさに唇をかみしめていた。今回のことはスポーツと政治の関わりがいかに難しいかということ、我々が超えなければならないハードルがどんなものかということを鮮明にした。ただ我々は人と人を結びつけるというスポーツの役割を果たすよう努力していくしかない。いつかこんなことがなくなる世の中が来ると信じて延々と続けていくしかない。荻村は燃えた。何としても卓球で両国をつなぎたい。彼は1991年千葉で行われる世界卓球選手権に向け再び動き始めた。朝鮮半島に30回以上も足を運び、荻村は選手時代の粘り強さそのままに心のラリーを続けた。世界中が注目する中、大会は開幕する。そこには荻村が願った統一コリアチームの姿があった。全ての種目で快進撃を続ける統一コリアチーム。1ヶ月間日本で共に過ごした北朝鮮選手と韓国選手の息もぴったりだった。実は両国では合同練習ができないため、荻村は長野、新潟、千葉に練習場を確保、チームを日本に招いた。忙しい中練習場に駆けつけ、彼はまるで我が子を見守るように試合の始まる瞬間まで統一コリアチームのために手を尽くしたのである。そして大会6日目、女子団体は決勝に進み、世界最強と言われ8連覇を続ける中国チームと激突する。統一コリアチームは生みの親荻村の目の前で強敵中国を破り優勝を遂げるのである。表彰式では朝鮮半島を青一色に染め抜いた旗が掲げられ、流れた歌は両国の国歌ではなく朝鮮半島の代表的な民謡アリランだった。46年ぶりに初めて統一というそういう名で国際舞台に出られた朝鮮民族にとって、やはり大沼さんというのはかけがえのないそういう人であったと。荻村のピンポン外交が一つの花を咲かせた瞬間であった。すごいね。すごいですね。あんなことできちゃうんだよ、うん、だからやっぱりそれあとまた意思を受け継いでね、はい、頑張る人がたくさん出てこなきゃいけないんだよね。そうですね、うん、1963年から南北統一チームを結成しようという動きは何回もあったそうですけれども、うん、何回も会談してもやっぱり崩れておった、うん、そうなんですね、うん、それがまあ荻村さんの粘り強いその折衝、うん、それから国際卓球連盟のルールも変えなくちゃいけないわけです、うん、そういったいろんな点でこれは荻村さん その最大の功績だというふうに思います、うん、今我々が見ても感激しちゃうかね、うん、感激だね。本当そうですよ、うん、じゃあお知らせを挟んでまたその後では、その後の荻村さんです。1989年、ベルリンの壁崩壊とともに終わった東西冷戦。しかし、湾岸戦争、ロシア内戦など戦火は続いた。止むことを知らない国際紛争を見て、荻村の思いは募った。スポーツを通じて国と国とをつなぎたい。彼は、南アフリカ共和国、
アジア諸国など2年間で80カ国以上を訪れ、卓球の普及に力を注いでいく。アパルトヘイト政策で国際大会に出られない南アフリカの黒人選手を1992年のバルセロナオリンピックに出場させるために奔走し、1994年地球ユース選手権では45年間敵対関係にあるイスラエルとパレスチナ両国選手による先制を行う。スポーツに国境はない。荻村のその理想は少しずつ実現していった。荻村は障害スポーツとして老人にもレクリエーションとして楽しめる新卓球を考案。ネクラと言われた卓球の人気を高めようと、用具をファッショナブルに変え、一流デザイナーにユニフォームのデザインを依頼する。さらに卓球の盛んでない国に卓球台を寄付して回った。荻村にとって卓球を広めることは自分の生きる道を開いてくれた卓球、そして自分を温かく見守ってくれた人たちへの恩返しだった。妻の時美さんはこの頃2人で旅したバルセロナでのこんなエピソードを覚えている。彼がどん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 走っていくんですよね。で、何急いでるのって聞きましたらね、寄付した卓球台が野外に置いてあるんで、それが見たいんだって言うんですね。走っていきましたらね、そこでね、子供たちが卓球を楽しんでいるんですよ。で、その周りでね、年寄りの方がね、その子供たちの、卓球を見ているんですね。だからそれを彼がこう見てね、ああよかったって、みんな卓球して楽しんでるんだって言ってましたの。だからそれ見て、あ、この人幸せな人だなって私思いましたの。本当に息もつかず前だけを向いて全力で走り続けてきた。彼は選手時代の日記にこう記している。俺が死ぬ時何と思うだろう。それを思う時一刻も無駄にはできない。60歳を過ぎ体が不調を訴えるようになった今、残された時間は少ないかもしれない。この時実はすでにがんが彼の体を侵していた。ともかく朝から晩まで仕事の連続ですし、飛行機の中でもずっと全然一睡もしないで、いわゆる みんなが何を考え、今度の会議を通して将来何をしたらいいかということをみんなこう自分で考えてですね、それ一つの文章にして、我々にこういうことですけども、これからどうでしょう、こんな進め方で、なんちゅうね相談をしながら帰ってくるわけですよ。これでは体は持たないんじゃないかなというふうに思ってました。あまり無理されない方がいいですよとは言ってましたけども。しかし荻村は走り続けた。1998年東京オリンピックの長野誘致にも積極的に関わり、2001年の大阪世界卓球選手権の開催計画にも力を尽くす。さらには違う